皆さんこんにちは、トライクたかしです。いつもご視聴ありがとうございます。トライクの中型の購入を考えている方の中には、少しでもトライクの費用を抑えようと、同じトライクでも中華のリバーストライクを検討されている方もいます。中華のリバーストライクを購入することが決して悪いことではないですが、日本のトライクの国産から見れば不具合も当たり外れもあり、一か八かというところではないでしょうか。今回は視聴者の方からの質問で、中華のリバーストライクを購入して1000キロくらいしか走ってないのですが、1ヶ月程度で後輪のタイヤの溝がなくなってしまいました。ちなみにタイヤはオフロード用タイヤで、アスファルトを1000キロほど程度走りました。オンロード用タイヤにしたらもっと持ちますか？という質問をいただきましたので、お答えしていきます。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントしていただければ解決させていただきますので、チャンネル登録お願いいたします。それでは質問のお答えをしていきますが、リバーストライクは構造上、曲がり角等ではリアタイヤを滑らし引きずります。前一輪、後ろ二輪のトライクと比べると、フロントが二輪のためデフがないので、前一輪よりは抵抗はあります。前輪が二輪なのでデフ等もありませんし、オフロードタイヤは接地面積も小さいので減りも早いと思われます。しかしオンロードタイヤでも、どちらにせよ同じ状態が起きるので、イメージしているよりもタイヤの減りが早いです。ただオフロードタイヤよりは長持ちします。あと製造業者によってすごく差があり、その中にはタイヤが硬く驚くほど耐久性があるタイヤもあります。それと引き換えにグリップ力は怪しいので気をつける必要があります。あと補足ではありますが、考えられるのは中華のリバーストライクのフロントのアライメントが出ていない可能性もあります。またリバーストライクのフロントにはデフはありませんので、セッティング等の調整も必要です。皆さんどうだったでしょうか。今回は視聴者様の質問にお答えしました。それでは皆さん、楽しいトライクライフを楽しんでください。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントいただければ解決させていただきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。またツイッター、インスタから DM で、あなたのトライクに関するお悩みも個別で解決させていただきますので、フォローの方もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。